こんにちは。さて、土鍋シリーズ第2回目です。第2週目来ました。このね、東光堂さんで買わせていただいた一人用の土鍋、しがらき焼きの土鍋がね、とってもいいんですよ。なんかね、僕電子レンジってちょっと苦手だったんですけど、この土鍋を使うことによって料理が格段に美味しくなるので、ちょっと僕の中で革命が起きてます。で、これを無駄にしないために、前回もお伝えしたんですけど、8品簡単なものから少し手間がかかるものまで、おしゃれなものまでレシピを考えました。全部火を使わずにレンジでチンだけで済ますものです。これね、結構ね、一生懸命考えたんですけど、なかなかいいものができたので、これから、2品ずつ毎週紹介していくので、お見逃しなく。本日はまず簡単な、みんな大好きなレシピからいきます。ハンバーグと牛丼です。それでは本日も河本ザ料理長、何卒よろしくお願いします。はい、ではみんな大好き編1品目作ります。ハンバーグです。ハンバーグだけちょっと手間かかるんでいきます。合い挽きのひき肉入れます。ジップロック用意してください。ビニール袋でもいいです。で、まあボウルの中でこねてもらってもいいんですけど、まあ手汚れたりとか、ちょっとしちゃうんで、それを防ぐためにビニール袋用意します。はい、お肉入れました。で、ここにさっき切った玉ねぎ入れます。で、ちょっと凝りたい人はこれ玉ねぎ少し炒めてあげてもいいです。そうするともっと旨味が出ます。ここにケチャップ、ウスターソースで、よいしょ、塩、胡椒で、つなぎの卵とかパン粉とかを、まあ、入れてもいいんですけど、今回はちょっとお手軽バージョンでいきたいので入れません。で、これでよくこねてください。ではお肉こねこねが終わって、今こう置いてあります。少し寝かしてあげてもいいです。冷蔵庫とかでね、少し落ち着かせてあげてください。では副菜、今日はじゃがいも、玉ねぎ、きのこを用意しました。好きなもので大丈夫です。まあでもハンバーグだとね、ポテトとか入ってた方が美味しいじゃん。なのでじゃがいも入れます。まああとは冷凍のフライドポテトとかでも大丈夫です。それを下に敷いてあげるだけで。で、あと玉ねぎ少しスライスしたのをこう入れてあげます。よし。で、キノコ、好きなキノコでいいです。椎茸でも何でもいいですし。で、これ下に椎茸でしょ。で、ここでお肉です。少しこの中で成形をしてあげてください。丸くね。で、まあ、むにゅっと出すのもなかなかあれなので、これで一回ちょっと手は汚れますが、ここで手で取ってあげます。よいしょ。はい、こうやって空気をしっかり抜いてあげてください。そうするとバンと破裂しないんでね。で、ハンバーグは真ん中へこましてあげてください。で、まあ、ちょっとね、これ電子レンジなんで、少し薄めに普通のハンバーグよりしてあげるといいです。で、こうもうちょっとくぼませてあげてください。なぜかというと後で卵乗っけるんでね。よし。はい、ではこれで蓋をして、電子レンジで強さにもよるんですけど、3分半から4分一度チンをしていきます。はい、では今3分半ぐらいチンしてきました。こんな感じです、ね、だいぶスープが出るんですけど、ちょっとまあ焼いたハンバーグとは違うんですけど、で、これまだ完成ではないです。ここで卵乗せてあげます。卵入れてちょっともっと美味しそうにしてあげようと思います。で、これ絶対忘れないでください。レンジでチンするとき、卵は
必ず穴を開けてください、じゃないと大破裂します、中で。でもう一回蓋をして1分半から2分ぐらいチンしていきます。はい、では今1分半ぐらいチンしてきました。どうでしょう。ほい、こんな感じです。レンジでチンだけでできたハンバーグです。簡単です。はい、では出来上がりどんな感じか。はい、中もしっかり火通ってます。こんな感じで美味しそうなハンバーグ、レンジでチンだけでできたハンバーグです。ご飯にもパンにも合います。はい、ではみんな大好きレシピ、次いきます。牛丼です。牛丼の上の部分です。ご飯はみんな自分でチンしてください。もう鍋でいっちゃいます。玉ねぎです。保存容器に入れてある。玉ねぎスライスしたものをほぐして、親子丼の作り方と同じです。まずね、玉ねぎスライスしたものを入れます。で、好きな量入れちゃってください。全部入れちゃうか。で、広げます。で、生姜ちょっとこれ入れてあげると美味しくなります。生姜を入れます。で、ここにめんつゆ、これは3倍濃縮のものです。で、これで小さじ1ぐらい入れました。で、お水3倍です。入れます。で、ちょっと混ぜて、で、ここにお砂糖をちょっと入れます。こんくらい、ほんのちょっとです。これで2分ほどレンジでチンしていきます。はい、で今玉ねぎと生姜を入れたものをチンしてきました。2分ぐらいですかね。はい、こんな感じで室温に戻しておいた牛肉です。でね、ここちょっと大事、少ししゃぶしゃぶする感じでこうやってお肉をほぐしてあげてください。これをしないとこのままドンって入れてチンしちゃうと固まっちゃうんで、お肉がね、これでほぐします。ちょろ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 っつってほぐして広げてあげてください。で、好きな量入れちゃってください。たっぷりの人がたっぷり食べたい時はたっぷり入れちゃってもらって大丈夫なのでね。よし、これでちょっと丁寧にほぐして入れてあげて、つゆと絡めてあげてください。ここ丁寧にするとちゃんとほぐれるんですけど、バーってただバシャって入れちゃうとカチカチのお肉が出来上がってしまうので、少しこうほぐして玉ねぎとよく和えてからもう一度レンジでチンしていきます。はい、では今500ワットで2分半ぐらいチンしてきました。こんな感じです。どうでしょう。しっかり火通ってるでしょ。で、まあ少しね、まあどうしても固まるんで少しほぐしてあげてください。よいしょ。で、まあお好きな方は白滝も入れてあげてください。よし。で、これで最後に紅生姜をちょっと入れてあげると赤みが足してね、美味しくなります。見た目がね、綺麗になりますね。はい、あー、取っちゃった。よいしょ。はい、どうでしょう。みんな大好き牛丼の上、牛の煮込みです。レンジでチン。はい、ということでささーっとみんながちょっとファストフードとかお店とかに行ってバッと出前し、持ち帰りしたりとかしたくなるような、メニューを2つ、ハンバーグと牛丼をささっと作ってみました。いかがでしたでしょうか。お気に召していただけると幸いです。よかったらいいねとチャンネル登録、何卒よろしくお願いいたします。本日は前編でしたが、後編続きます。簡単料理あと2品いきます。次回は麻婆豆腐と親子丼のご紹介です。ぜひ楽しみにしてください。ではまたよろしくお願いします。